コルド・スワソ、2011年撮影。コルド・スワソの1998年の論文に、基づくバスク語の方言地図。コルド・カルドス・スワソ・スライエタは、スペインのバスク州ニプスコア県、エーバル出身のバスク人言語学者、バスク大学教授で、バスク語の方言学や社会言語学の専門家である。スワソは、1998年以来、 バスク語の処方ことについて新たな分類基準、分布地図を生み出し、1863年のルイ・リュシアン・ボナパルトによる研究以来、ほとんど変化が生じていなかった、この分野に革命をもたらした。スワソによれば、バスク語の処方言は、他の言語上の変革も含め、以下の各都市に由来する形で存在しているとされる。イルーニャガステース・ビスカヤ県中部・ギプスコア県。 ベテリチク・ラプルディ・沿岸部東部方言の起源地ははっきりしておらず、スワソはベアルンかウエスカ起源ではないかと述べている。スワソはいずれの方言もラテン語から同じような影響を受けており、すべて古代ローマ以降に成立したものだと考えている。これは先行したコルド・ミチェレナの考察に沿ったものである。スワソは西部方言についてビスカヤ県、 ナバラ州西部、デバ川流域や五荷入における方言の類似性に基づいてアラバ県に由来するものと考えている。いずれも著書もバスク語による。かっこ書きは表題の火薬。ありがとうございます。